上級国民の名を世間に知らしめた、元祖プリウスミサイル、6時間1000円のカーシェアを見つけたので、ちょっと乗ってみることにしました。外観は、まあ普通のミサイルです。すっかり見なくなりましたね。博物館に展示されるレベルの古さですが、個人的には、それゆえの良さというか、優しさを感じるデザインだと思います。気になることとして、多分ここ老人ホームなんですよね。老人ホームの老人向けカーシェアで、プリウス、しかも予約入ってる感じがない。空気圧が補充されてるかもわからない。どう超えて低い感じはないかな。というかトレッド面が、スタッドレスっぽいような。まあ外装はどうでもいいや。一つ言うなら、ドアを閉める音の、スッカス感ですかねー。ボディ剛性って感じはないですよ。スピーカー越しじゃ伝わらないだろうけど、ペラッペラな鉄板みたいな音。というわけで土地勘もないただの平野なので、まずはナビの目的地設定。古すぎて意味わからず、住所検索を使ってみることに。ブラウン管かよっていう画質だな。いや、一昔前の ATM のタッチ液晶か？少なくともこの世代で、タッチ操作対応はいいな。ただ周辺の地図を見たいとなると、一気に無茶苦茶ですね。スマホ感覚で使うと、地図がどっか行く、右下左下に、拡大縮小ボタンが常にあるのが、せめてもの救いだと言えます。エアコン操作も液晶内で行うぜ。ナビ画面の周りに、エアコンだの目的地だの、書いてあるボタンがある。エアコンをオフにしてコンプレッサーを停止させたら、アイドリングも止まりましたね。さあ元祖プリウスミサイル、いざ出撃、と言いたいところですが、その前に戦闘機並みの難易度の、システム指導についてぶち出せて、ただボタンを押しても何も反応なくて、この場所にスマートキーを差し込んで初めて、システムを指導することができます。どんな初見殺しだよ。あとエアバッグの脇に、大量のコントロールがあって便利です。インフォボタンを押すと、ハイブリッドシステムモニターと燃費記録が交互に切り替わります。マップボタンを押すとカーナビ表示に戻ります。今でも健在のプリウスシフトと B レンジボタン、昔ながらのオーディオ、右側には EV モードがあります。これだけで市街地走行は普通にこなせるくらいパワフル。右側の操作系ももっこりしててレトロですが、現代車と同じように使えます。ここは内気循環切り替えと、曇り取り、エアコンの温度と、オート機能のオンオフ、上側はオーディオですね。ここに音量ボタンあるのはグッジョブ。古い車ながら、使い勝手は普通にいいです。というわけで走り出していくのですが、内装がプラスチッキーですね。全部プラスチック、ステアリングもプラスチックだし、ダッシュボードはひどいし、シートもファブリックで、匂う。あと、車幅がつかみづらくて、なんか運転しづらいですね。形状が良くない感じがする。横幅1725ミリ。前後は 4.5 メートル。コンパクトカーサイズなんだが、だからといって、すっと乗れる感じじゃない。あとヘッドライト、温かみがある色でしょう？ハロゲンですねー。ハイビームに切り替えると、一瞬だけ暗くなって上向きになります。こんな風にね、最近の郊外車と違って、対向車に優しい光だな。まあ暗くて見えづらいけど。あと小排気量車なのに、加速がかなり速いです。これは絶対軽さが効いてる。ウィキペディアで調べたら、たったの1280キロしかないらしいな。ウィキペディアの車重なんか当てにならんけど。昔の車はいいですよね。衝突安全性も排気規制もガバガバで、速い車作り放題やん。このプリウスのハンドル、ちょっと回しづらいな。角度が体と合ってない感じ。あと、むっちゃ回さなきゃいけない。大抵の車って、1.5 回転でロックだよね。でもこのプリウスは、2回転くらいは回る。ハンドル自体は軽くて扱いやすいんだけど、多めにくるくるしないといけないから、ちょっと大変だな。ステアリングホイールもプラスチックだぜ。ウインカースティックも、組み付け精度から荒いような、なんかガバッガバな操作感だし。コストダウンというか、そもそも内装に金かかってないけど、でも個人的には、この内装好きだな。ああ、急ブレーキを避けたら、信号無視したみたいな進入になっちまった。スカスカのハンドルを回すのがしんどい。そもそもの横幅が小さいので、車線内にはすっと収められますね。ここの加速もスムーズだ。軽さがある、乗り心地については、この年代の、ザ、安いトヨタって感じ、なんかイメージ湧かない？硬くはないんだけど、段差を乗り越えた時、足がバッタバッタ動くような、移動手段としては普通で、何も不満ない。もっともっとスピードを出していくと、ふわっふわになりそうな感じはあるけど、試せなかったのでノーコメで。あとボディ剛性、ちょっと弱い感じがするよな。前期86の時みたいだ。段差を乗り上げた後の衝撃が、フレームにも伝わっていくわけだけど、ボディ骨格側の、頑丈感がないというか、踏むとむっちゃ速いんだ。
だからこそ、ボディと足のふにゃふにゃ感が、怖さというか、走りのボトルネックになってるよな。あとさ、この時間帯にこのプリウスで走ってるとさ、自動車窃盗団みたい、誰かとすれ違うたび、疑われてるんじゃないかと思う、なんて言ってきたところで、そろそろパワートレインの話をしよう。というかハイブリッドシステムこそ、このプリウスの要だったんじゃないのか。このプリウスが出た頃、私は幼少期でした。だからその年代のエコカー情勢とか知らないけど、現代に乗っても、これは素晴らしいハイブリッドシステムですよ。むしろ、今のプリウスよりも、運転していて未来感を感じるハイブリッドですね。この宙に浮いているような、宇宙船のハットみたいなセンターメーター、モーターだけで無音で加速する感触、元の車重が軽いからなのか、モーターだけでもかなり元気に走るんですよ。ステアリングの形状も相まって UFO みたい。未来っていう燃料電池車あるが、それ以上に未来の車してるぜ。アクセル街道を抑えて発進すれば、モーターのトルクでゆっくりと伸びていく。ある程度のところでエンジンがかかる。エンジンは75馬力しかない 1.5 リッター直4だから、やっぱ軽さと、モーターのトルクが効いてるんですかね。踏んでいくと、飛ぶように、それこそまさにミサイルみたいにむっちゃくっちゃ速い加速をする。マジで速いですよこれ。スポーツカー以上だろ。86に勝てるんじゃねえか。プリウスは加速ゴミっていうイメージがずっとあるんだけど、こいつはちげえぞ。むしろシャシーが加速力に追いついてない。あとですね、ハンドルを揺さぶるとむっちゃフラフラになるんですよ。この場でアラブドリフトできそうなくらい、もっとロールを抑え込む工夫をしろよ。加速が速いだけに、ボディもサスペンションも、ジジババ用チンタラ車になってるのが残念でしょうがない。もちろんブレーキもむっちゃしっかり効きますよ。ノーズダイブというか、リアの浮き上がりはあるんだけど、安定した姿勢のまま、しっかり車速を削っていく。加速と減速だけ見れば、旧車って軽くて排気規制緩くていいなぁ。そう思うくらいにズバ抜けています。もちろん走行中にアクセルを抜けば、エンジンは切れるので燃費も稼ぎやすいですね。すっかり一般化した CVT ハイブリッドですが、まさかこんなに昔から、完璧に機能する形で、確立されていたなんて。未来感があるし、使い勝手抜群だし、普通に買える価格帯だし、ハイブリッドのいい走りがある。ナビ周りは古いが、もう2023年になるのに普通に使えるし、当時にしては便利に作られている。なんだこのプリウスって車、弱点ないんじゃないか？安っぽさは実際安いし、見た目は好みの問題。というか空力的にはこの形状は理想。初期型が出たのは2003年だろ？ちょっと信じられないぜ。これは発展途上国に持っていけば、ガンガンに活躍しますよ。圧車として完璧じゃん。なんだこの交差点、踏切と一体化してて、どれが停止線かわからん。さて、単調な直線が続いて飽きたので、適当な港の方に入ろうと思います。見通しが良くて交通量も少なかったら、もうちょっとだけ思い切り動かしてみようかな。誰もいないな、ハンドル揺さぶってみよう。うむ、動画見返してもわかる。上屋の動きがひたすらに大きい。私の GR プリウスでこういうステア操作しても、スーパー GT マシンのウェービングみたいに、どっしりと路面に吸い付くんですけどね。うわぁなんだこの足回りは。ふにゃふにゃで、ロール耐性がない。スポーツ走行という領域が設計段階からない。減衰の伸び側がダルンダルンなのか、どこまでもロールしていこうとする。直進安定性自体は悪いわけじゃないんだ。やっぱり、サスペンションとボディ剛性がボトルネックだな。乗り比べてみると、やっぱり進化してるよなぁと思います。さて、一通り言いたいことは言ったので、しばらく EV モードをオンにして走ってみましょう。これ PHV じゃなくて普通のハイブリッドなんですが、モーター単体でもかなり加速していきますよ。ああ、この踏切はどうすればいいんだ。上の信号機は踏切用なのか？暗くてよく見えないぞ。信号機付き交差点と繋がってるんだから、一時停止はおかしいだろうと思ったら、一時停止って書いてあるんだよな。なんだこれ。さて、現代のトヨタハイブリッドにも、EV モードボタンは付いていますが、かなり使い勝手は悪いものです。ほんの少しでもアクセルを踏みすぎれば、すぐにエンジンがかかってしまいます。わずかに乗せる程度の回路しか許されません。渋滞吸収車ムーブや、先が赤信号で詰まってるような渋滞中、長時間停車時、これくらいしか使えません。私が試した限りじゃ、ギリギリ市街地走行もできたんですが、それは高齢者のダラダラとした流れに混じってのこと。それくらいトヨタハイブリッドの EV モードって使えないんですよ。モーター出力がないっていうのかな。プラグインだと別ですよ。でも、このプリウスは、PHV かよってレベルです。時速60キロを超えると自動解除されちゃうんですが、それ以外は、普
通に走れてしまいました。エアコンのコンプレッサーと、接近警報さえ切っておけば、深夜でも無音で出られますね。アイドリングだけでも無謀ってうるさい。車検対応って書いてあるだけの騒音マフラーとは、えらい違いだよな。内部の消音材が劣化してすぐ車検 NG になったり、触媒との組み合わせ次第で NG になったり、安全マージンも貯金もない。MF ゴーストくらいは、健全に流行ってほしいんだぜ。さて、カーナビに従って帰ってきたら、そこは家じゃありませんでした。は？この川沿いを走っていけそうなので、EV モードを使っていきましょう。余裕ですね。日本の道路は狭いんだ。はい、無事帰ってきました。左右方向への視認性は素晴らしいですね。駐車前にシートベルトを外したら、ビービー鳴り始めました。これ、シートベルト着用検知センサーが摩耗して、ベルトつけてるのに、つけてないっていう警告音が鳴り響くリコールあるんだよな。私のプリウスがそうなって、今センサーのカプラー抜いてるんですよね。コンタクトスプレー超絶噴射で、車検一発だけ通るといいな。そしてこのバックビューモニターの画質である。使い物にならない。ただ横幅が小さいので、駐車枠にもスパッと収まりますね。サイドミラーの視認性も大変いいです。レンタカーだからね、大げさに止めて切り返すよ。ふう、意外なほどいいというか、特に不満も弱点もないような車でしたな。SNS を見てると、大して売れてもないのに、まともじゃない人間が集まってる車種とかあるからな。プリウスはプリウスだぜ。車は SNS 抜きで楽しみましょう。ミサイル試乗、ありがとうございました。